はい、今回ですね、群馬県のフィールドライフさんが製造販売しておりますミディアムバンコンロビー、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このねロビーはベース車両をですねダイハツのグランマックスという車を使っております。これねどっかでね見たことあるなと思った方もねいらっしゃるかと思うんですけど、トヨタさんのねタウンエースの OEM 供給車になります。そしてこの度ですね2022年の4月にキャンピングカーの、ね、ナンバーである8ナンバーの規制がですね緩和されました。実はですねこのロビーはその規制緩和された法律にのっとった車両になるんですよ。これ、ね、ポップアップルーフじゃないんですけど、これ8ナンバーが取れてるんですよね。はい、この動画を見ていただくとロビーというですねミディアムバンコンについても分かりますし、新しくですね20年ぶりに規制緩和された8ナンバーの秘密についても分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではロビーの外装をご紹介します。ベース車両はダイハツのグランマックス 1500cc のガソリンエンジン、2駆と4駆を選択することができます。外装は軽キャンよりも広く、そしてハイエースのスーパーロングよりはコンパクトな車両です。この大きさであれば狭いところもスイスイ行けそうですよね。オプションの外部電源取り入れ口は車両後方右側に位置しております。こちらに専用コードを差し込んで AC100V コンセントに入力すると 100V にてサブバッテリーを充電することが可能です。このグランマックスは運転席後方のドアもスライドして開けることが可能です。動画の車両の外装は標準装備ですが、今流行りのスタイルに変えたい方はオプションでこのように変更することも可能です。雰囲気がガラッと変わりますよね。そして運転席助手席周りですが、このロビーは非常に手が加わっております。標準装備のグランマックスのシートは商用的なシートなんですけども、このデニム調のシートカバーをつけることによって非常にスタイリッシュかつおしゃれな雰囲気に見えますよね。そしてこの細かな気遣いは運転席助手席だけではなくて、このようにドアに関してもデニム調の生地を貼っております。こうすることによって商用感が前面に出た車を一気にスタイリッシュな雰囲気にしてくれますよね。それではロビーの室内をご紹介します。まずエントランスドアの開口は非常に広くて乗り降りがしやすいかと思います。家具も白を基調としており非常に明るくて、シート生地もデニム調ですのでおしゃれな雰囲気が漂っております。実はこのロビー、エントランスを入ると土間をイメージした土足でガンガン使うような場所があります。この石目調のフロアは防音フロアですので、ここで靴を脱いでそして室内に入り込むようなイメージです。実際にここで靴を脱いで中に入ってみることにしました。ルーフは少し低めなんですけども、このように問題なく脱ぎ履きすることができます。それではロビーのですね室内をご紹介します。まずですね、これ助手席のすぐ後ろ側のねこのスライドドアにもねこのデニム生地をね貼って、これ非常にスタイリッシュですよね。これがですねギャレー設備になります。これね非常にね今風のですねギャレーになっております。はい、まずですねこの天板がねこれ無垢材なんですよ。これ非常にですねおしゃれですよね。最近これ住宅でも白家具にこのね天板に関しては無垢材を使用したりとかね、木のこの木目が分かりやすいねこういうねおしゃれな天板を使いましたね。でキャンピングカーもね、まあ、従来は結構ねこういう小口にはモール巻いたりだとかっていうことがねあって、あとこういうね取っ手に関してもプッシュロックがついてたりとかねするんですけど、今回のねこのロビーに関しては非常にねスタイリッシュに変更されております。はい、そしてねエントランスドア入ってこのギャレー設備のね角、これねメインスイッチなんですよ。なので中の電装品関係を使う場合は必ずこのメインスイッチを入れていただきます。そしてこれがですね傘立て、傘をねここに立てておくこともできます。でここにもですねちょっとしたこの収納スペースがね、奥行きはね20センチぐらいかな、そしてこの幅がですね30センチぐらいあるかな、こういうね収納がねここにありますから、まあ、靴とか、まあ、小物関係をね収納することもできるかと思います。はい、ギャレなんですけど、まずですねこれ
液晶のテレビと、これオプションなんですけどね、オプションと、これね、窓埋めしてるんですけど、これね、パンチングボードというのをね、選択することができます。ですので、これ、こういう風にしてるとね、まあ、窓埋めにもなってますし、このですね、この穴を利用して、こう、フックみたいに引っ掛けてあげると、小物だとかね、ランタンだとか、シェラカップだとかをね、そういうね、調理機材をここに引っ掛けてね、収納することもできるかと思います。ここにはですね、丸型の可愛いシンクがあります。はい、このような感じでね、これ蛇口も、これもね、オプションなんですけど、引き出し式ができます。こう引き出すことができるので、もちろんここでね、洗い物だとか手洗いもできますし、これを引っ張り出して、アウトサイドシャワーとしてもね、使うことができるかと思います。実際にこの引き出し式シャワー蛇口を出してみたいと思います。このように蛇口を外に向けることができますので、キャンプ道具やワンちゃんの足などを洗ってあげることが可能かと思います。ちなみにこのシンクで使う給排水タンクなんですけども、8ナンバーの構造要件のうちの1つで10リッター以上の容積が必要です。はい、そしてこれね、やっぱ無垢材のこのね感じが非常におしゃれでね、いい感じですよね。で、このシンクの下にはスイッチ関係があります。端からご紹介すると、これがですね、100ボルトのコンセント、そしてこちらにはね、はい、USB のポートとデジタルボルトメーター、これサブバッテリーのね、この電圧がわかるんですけど、デジタルボルトメーターと、これですね、水を使う時のポンプのスイッチですね。そしてこれね、オプションなんですけども、ベワスト製の FF ヒーターが付いております。こちらはですね、マルチコントローラーというですね、デジタル表示のスイッチが付いております。はい、そしてこのですね、こちら、はい、収納、今ちょっと物が入ってますけどね、こういう感じの収納がね、一段ありまして、そしてこのね、真ん中辺にはですね、これ引き出すと、この天板と同じ材料の無垢材をね、施したこういうスライド式のテーブルがありますので、これね、例えばリモートワークだとかデスクワークをするときに、こういうふうに引き出してパソコンを置いたりだとかっていうことができますので、非常にね、いいですし、調理するときもね、ここにまな板とか置いて調理とかもね、できますよね。スライド式のですね、収納があります。結構ね、これ奥行きもありますよね。そして横幅もあって、深さはね、そんな深くはないんですけどもね、キッチン関係のものをね、収納できるかと思います。こちらと、はい、こちらもね、ちょっと深めの収納スペースがありますので、なかなかね、キッチン関係のものだとか食材だとかもね、収納することができるかと思います。はい、ギャレー設備が非常にこれね、スタイリッシュで、今風のですね、デザインハウスのような、ね、感じの雰囲気ですよね。これなかなかね、ロビーをね、今までのキャンピングカーとね、また一味違った、おしゃれさがね、あるんじゃないかなと思います。はい、照明関係をね、ご紹介します。ロビーはこのね、センターの照明がね、これ LED のダウンライトがあって、もちろんね、ここでも、はい、入り切りすることがね、できまして、こういうね、フックがついてるんですよ。なのでいろんなものをね、こう引っ掛けたりだとか、あとジャンバーみたいなのをここに引っ掛けるぐらいもね、できるんじゃないかなと思います。なかなかね、これも、無垢材をね、利用してるので、なかなかこれもね、統一感があっていいと思います。で、結構ね、これ頑丈です。なので、あんまり重たいものをね、引っ掛けることできないんですけど、こういうような感じでね、ちょっとしたものをね、引っ掛けることもできますし、はい、こちらにもですね、はい、スポット照明ね、あって、反対側の方には、こっちにもね、引っ掛けることができます。このね、ロビーに関しては、やはりこの車格なので、着るものだとかをね、かけるスペースってそんなにないんですよ。なので、こういうところをね、利用するのもね、いいんじゃないかなと思います。そして、このね、パンチングボードがありますから、こちらね、またフックみたいなのを引っ掛けてね、物をかけるってこともできるかと思います。はい、ロビーに関しては、このね、運転席のすぐ後ろにですね、このようにね、ベッドフレームがあるんですよ。これ実はね、3通りの使用方法があります。まず一つ目はね、今この状態なんですけど、シェルフモードといって、収納のね、ここ棚として使うことができるんですよ。そして、もう一つはですね、実はこれ、ベッドモード。これをですね、展開してあげると、ベッドにね、するときのね、台になります。そして三つ目は、キャンプモードといって、実はですね、これを車外
外に持ち出して使うことができるんですよね。まずはですね、そのシェルフモードをね、ご紹介していきたいと思います。はい、シェルフモードなんですけども、このような感じですね。まあ、1段目、そしてね、2段目があって、まあ、場合によってこの3段目にもね、物が置けるかと思うんですけども、例えば1段目はね、これ靴だとか、そういうね、ものもね、積むこともできますし、2段目もですね、これ結構、高さもありますから、よく100均とかね、そういうところで売ってるこう収納のね、箱みたいのこの中に入れて、まあ、こうスライドさせて使ったりということができるかと思いますので、これをですね、収納として使うことができますので、まあ車は、ね、結構コンパクトですから収納スペースそんなにないんですよ。なのでこういうところをですね、まあいろんなものを使って、まあ、箱だとかね、そういうボックスを使って、まあ、収納スペースとしてね、利用できるんじゃないかなと思います。これね、裏側もね、スライド動画開きますから、こっちからね、見てみたいと思います。はい、裏側から見るとこのような感じで、ここね、横に走る場合がないので、ここからスッとこうね、靴だとか収納をね、キャンプ道具だとかをね、積むことができるんじゃないかなと思います。そして1段目と2段目ですね、ここに物を置くことができるので、こっち側からもですね、スライドドアを開けて物をね、出し入れも可能かと思います。あとこういうね、ステップのところにも物が置けますから、まあ、キャンプ用品なんかをね、この棚とね、シェルフモードの時はここにですね、収納としていろいろ使えるんじゃないかなと思います。はい、続いてですね、これをベッドモード、ベッド展開をね、していきたいと思います。はい、まずですね、ベッドフレームに関してはここにですね、実はこれ分かりますかね、ロックがついていて、まあ、ナットですね、頭がついたナットがついていて、これをですね、緩めます。これはね、この1段目と2段目をですね、このような感じでボルトで固定してるんですよね。まずね、展開するときはこのね、ボルトを緩めます。ボルトを取り外したら、このように運転席側から助手席側の方に移動させます。そして重ねてあったこのマットをスライドさせて、動かないように先ほどのボルトを入れてロックをかけます。これでフロント側はシェルフ、棚からベッドに変わりました。次にリア側です。リアはこの座面のマットを助手席側にスライドさせて、2分割のマットを空いたスペースにはめ込んであげると出来上がります。ベッドスペースは1960×1030という大きなスペースが出来上がりました。これはシングルベッドのサイズより少し大きめですので、非常に広いベッドかと思います。またベッド下の収納スペースも結構ありますので、物をそのまま収納することも可能かと思います。このデニム調のマットと白い家具が何とも言えないおしゃれな雰囲気を出してますよね。ベッドにした状態でもこのようにあぐらをかくことができました。そして実際に横になってみたんですけども、このように十分な広さがありますので、大人の方でも2人ぐらいは寝れそうです。実はこのベッドマット下にテーブルが隠れております。このテーブルには足がついてるんですけども、この足がですね、私個人的には結構懐かしいんですよね。小さい頃、食卓テーブルはお座敷スタイルだったんですけども、この同じ足がついてましたので、非常に懐かしさを覚えます。私と同じ40代の方は分かっていただけると思うんですけども、いかがでしょうか。もし共感できる方いらっしゃいましたら、コメントいただけると嬉しいです。ベッド展開すると、このように収納スペースも現れました。展開した後に、携帯や小物なんかを置くことができますので、重宝しそうですよね。続いてこのベッドフレームをキャンプモードの展開をしていきます。2段目同様、1段目もこのロックがついておりますので、まずはこのロックを外して車外に持ち運びます。そして先ほどご紹介したこのちゃぶ台テーブルもありますので、これもアウトサイドで使用することができます。このようにキャンプモードにすると、室内にあったテーブルと椅子を展開することができますので、キャンプ用の椅子、テーブルを持ち運ばなくてもいいということになりますよね。荷物を減らすこともできますので、一石二鳥かと思います。このロビーにつきましては、オプションでサイドオーニングを設定することができますので、サイドオーニング下でこのように展開することもできます。はい、続いてですね、この車両のね、後部のシートをご紹介します。このシート生地もね、これ運転席、助手席と同じこのデニム調のですね、
なかなかおしゃれな雰囲気。そしてね、こういう縫い目のね、ステッチもね、オレンジなので、なかなかこれ、雰囲気がね、合ってますよね。そしてこういうクッションもね、あって、これもね、オレンジと同じ統一感のあるですね、ものを使っておりますので、非常にですね、これ、雰囲気いいですよね。で、このですね、シートにちょっとね、今座ってみたいと思います。実際にこのように座ってみたんですけども、背筋を少し伸ばしてしまうと頭が触ってしまうぐらいの高さでした。ですので身長170センチ前後の方であれば問題なく座って過ごすことができるかと思います。はい、このシートの下にもね、秘密があります。まずね、このね、マットをちょっとね、動かしてみたいと思います。はい、シート下にはですね、電装品関係が収納されております。こちらにもですね、サブバッテリーがありまして、ヒューズだとかね、走行充電のリレーだとか、あとこちらの方にもね、はい、これインバーターもね、ありますし、はい、こちらの方にはですね、これオプションのですね、ベバソンのヒーターがね、選択されるとここに来ます。そしてこちらもね、北海道では重要なこれリアヒーターです。こっちのね、ベバソとは違うんですけども、まあラジエーターで温められたね、温風がここから出てくるんですけど、これがあるとね、非常に冬は快適です。シートの下はね、このような感じで、まあ、電装品関係がね、収納されております。はい、今回のミディアムバンコンロビーいかがだったでしょうか。はい、このね、室内のね、雰囲気が非常におしゃれですよね。これまずギャレー、このキッチンなんですけど、天板はね、これ無垢材、そしてね、白をね、基調としてるんですけどね、白木目のね、家具になってまして、こういうね、ハンドルだとか取っ手っていうのもね、今までの、ね、プッシュロックとかじゃなくてね、デザイナーズマンションだとか、おしゃれなですね、一軒家のような雰囲気のね、かっこいいね、キッチンでしたよね。そしてシート生地も2色からね、選択できるんですけど、ネイビー、このね、デニム調のね、ネイビーと、そして、ね、マルベリーって少しね、ピンクがかったような感じのね、2色から、ね、選ぶことができるんですけども、これなんかデニム調のね、感じですので、非常にこれね、スタイリッシュな雰囲気がね、あったかと思います。そして冒頭でお話したですね、20年ぶりにこの8ナンバーがですね、規制が緩和されました。2つありまして、まず1つはですね、これ、終身定員なんですよ。今までの8ナンバーって乗車定員に対しての3分の1のですね、人が寝れる寸法がなんかダメですよっていうことがあったんですよね。それはですね、1人が寝れるっていうのは横幅50センチ、高さが1メートル80センチが寝れてようやく1人が寝れると計算するんですけど、今までのですね、規制緩和前の時は、例えば5人乗車のですね、キャンピングカーがあった場合に、これ3分の1割り算すると 1.6666 ってなるんですよ。なので 1.66 ってなると2人寝れないとね、ダメですよっていう法律だったんですよ。で、今回はそのね、小数点を切り捨てしてもいいですよってことなので、これ5人のですね、もし乗車定員であれば、ベッド1人が寝れればね、いいんですよって、そういう風にね、就寝定員の緩和もされました。そして一番ね、大きなポイントとしては、室内高のね、高さがですね、緩和になったのが一番大きいんですよ。はい、今までのね、8ナンバーってこのキッチンのね、高さ 1m60 なかったらダメだったんですよ。これ8ナンバーとして認められなかったんですよ。なのでハイエースのですね、ロールーフのものだとか、軽キャンはね、ポップアップルーフをつけて、なのでポップアップルーフを上げることによってキッチンから160センチ取れるっていうことで8ナンバーを取得してたんですけど、今回はね、少し緩和されまして、まあ、基本原則としては1メートル60取れなくちゃいけないんですけども、キッチン、このギャレーのですね、高さが85センチ以下のものであれば、このキッチンのところから1200、1メーター20取れれば OK ですよっていうことに緩和されたんですよね。で、今回のこのロビー、まずね、高さを測ってみるんですけど、このギャレーの高さが67センチなんですよ。そしてこれも85センチクリアですよね。で、85センチ以下であれば1メーター20取れればいいですから、ここをね、まず測ってみたいと思います。はい、こうすると1メーター26とか7ぐらいですね、1270ぐらいあるので、もうこれでクリアですよね。こっからここまでは1メーター60はないんですけど、緩和されたやつに乗っ取るとキッチン、ギャレーのね、この天板の高さが85センチ以下、そして85センチ以下であれば1メーター20あれば8ナンバーが取れるよっていう新しい基準に当てはまるので、このロビーに関してはですね、実は8ナンバーで取得することができます。ですので、今までね、例えばこういうミディアムサイズのバンコン欲しかったんだけど、いや
ポップアップルーフ別にいらないんだよねって思ってらっしゃる、まあ、お一人もしくはですねご夫婦ねお二人の方にはね非常にこの規制緩和になったね8ナンバーは非常にメリットがあるんじゃないかなと思います。はい、今回はですね群馬県のフィールドライフさんが製造販売しておりますミディアムバンコンロビーをご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますのでご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。